初めてのギター練習講座イエーイということで、あの伊谷あこです。なんか下履いてないように見えるんですけど、ちゃんと履いてますから。履いてますからね。履いてます。はい、履いてます。どうぞ。履いてますよ。ということで、伊谷がギターを始めて、まあ、1年半くらいになるのかなっていう感じなんですけれども、いつも練習しているもうギターを朝出してやることがあります。っていうのがクロマチックスケールという名前のこういうやつ、指の運動も兼ねて、こうで順番にまた下がってる。ポイント、この順番に上がったり下がったりするんですけど、ポイントはこのちゃんと指を置いた時にこれがうまく同じタイミングで弾けるか、そして指もカタカタしないでスムーズに置いていけるか、で、あとはちゃんと指の腹を使って押していけるか、ということを留意しながら練習をしています。横着してこうやってやるんだけど、どんどん音がこう弾くやつとずれていくので、いや下手だなっていう感じです。あとこう順番に上から順番に降りていくやつもあります。あともう一個ちょっと複雑なやつで、みたいなのをやってます。あの最初は指がつりそうになるし、あとこのフレーズは慣れてしまったから発声練習のウイロウリと同じですね。慣れると非常に言いやすいんですけど、みたいな。これをこうやっています。はい、ってことで伊谷あこのギター練習でした。わーい、頑張るぞー。